牧野製 NC フライス版 KE55 型1993年製になります。操作盤はプロフェッショナル J ファナックの 20FA になります。全体的にこれは見ても、93年とはいえめちゃくちゃ綺麗な状態です。ケルストも綺麗ですし、各部に至ってももう掃除が行き届いていてとても綺麗な状態です。こちらも切削タンク、こちらも、ちゃんとついていますし、敷板も綺麗ですね。こちらから見ても、汚れが見つかるどころか、これは新品なんじゃないかと思うくらいの状態だと思います。綺麗ですね。さあ今はこれ主軸1000回転で回っています。最高回転数は3000回転ですが、4000回転ですが4000回転まで回るんでしょう。これはいける。4000回転まで行きましょう。1000回転で今が、これは1600回転、1800回転、2000回転、今2000回転ですね。ちょうど半分です。音も静かですし、いいと思いますね。3000回転、さあこちら最高回転数の4000回転、とてもいいですね。ちょっと回転数下げてもらいながら、各軸の動きもちょっと見ていきましょう。まあ、早送りでこのような形、異音もせず、軸もいい状態かと思っています。二軸同時も行きます。早送りも行きます。三軸同時も行けるという、いい形です。でこちらカバーついてますけども、これも取り外すことはもちろん可能です。段取りも、このカバーを取れば、しやすいかと思います。テーブルの状態は今はちょっとラップしていますけれども、穴もなく、当たっている形跡もなく、とても綺麗な状態かと思います。1993年製の、KE55、とてもいい状態の一品です。お問い合わせお待ちしています。